コンシェルジュ、これです。はい、それではコンシェルジュさんのコーナーです。あ、カモンナーズ、今日はなんか川ちゃんな感じで、レイさんな感じで、こんばんは。こんばんは、よろしくどうぞ。お願いします。ちょっとさっきちょっとことっと話したんですけど、はい、実は先々週カモ姉さん の本を預かりまして、ね、ようやく、はい、うん、でなんですが、はい、私先週の金曜日までちょっと全部の、うん、番組を船出させるのに時間が取られてまして、ね、まだちょっと全てを制覇して いないので、うん、さっき告白したんですけど、私小説を読むのも30年ぶりぐらいです。ありえないでしょ。いや、ありえますよ。そう、簡単に言いますとね、うん、ずっとそれまでほら女優さん目指してたので小説を読んでたんだけど、うん、子供が生まれたらあまりにリアルでね、小説を読めなくなってしまった。30年ぶりに読んだのはカモネさんの小説。素晴らしい。そしたらなんかね、うん、すっごく懐かしくて、なんかね、染みてくるようになっちゃって、時間かかるの読むのに。あ、なんか入っていって読むから、うん、もうちょっとお待ちください。大丈夫です。あと1週間お待ちください。じっくりと。でもすごく読みやすいですね。ありがとうございます。それをと読めていく。デビュー当時の作品で、何年前？2011年に今読んでらっしゃ、うん、いただいているのが、うん、2011年の10月に、あ、9月か、うん、発売された、うんうん、初作 で、今は相棒しか変わらないです。あ、そう、うん。やっぱり変わるんだね。変わります。なぜゆえ？やっぱり。場数踏んできたりとか、あと違うジャンルに求められる、求められるっていうか、まあ、それもありますけど、うん、自分で今のままじゃなくてもっと違う、うんうん、もっともっとって思うから、うんうん、いっぱい本読んでいっぱい失敗作書いて、うん、っていうことを繰り返しているうちに、紙を一枚ずつこう重ねていくような進歩ですから、ね、そうか、私は作詞しかしたことがないんだけど、作詞だと短いから、はい、はい、ボツボツボツって感じじゃない、うん、小説ってほら作品が出来上がるのにもう何百枚ってあるわけでしょ、うん、それも何百枚書いてボツってなったの？もう一律が締め切りで出版のために書いてくださいっていうのは、うんうん、それが書いたものがボツってことにならないんですけど、うんうんうん、ただ修作って言って練習作、出版しないで自分の練習用に書く、ものはもうボツにはしてますよ。ボツばっかですよ。それはもうある程度じゃあ構想して、はい、例えば主人公を決めて、はい、進んでいって、いやこれ以上進まないボツって感じ、それとも出来上がるところまでして、いや、これダメだな、出来上がりになりまでは書きます。で、読んでとか、あるいは読んでもらって、でダメって言われて、なんでダメなんだろうって思って読ん で、うん、でその時は分かんないんですけども、うん、時間が経って後で見ると、うん、あ、ボツなの分かるわって、やっぱりそうやってだんだん自分の中で進歩し、ちょっとずつ客観視できるんだ。そうです、そうです。でも、一冊だからさ、うん、一枚読めばいいっていうことじゃないじゃない？ね、つながりが、なんかそれって、ね、いいじゃんこれでとか思っちゃいそうだけど、だってこう何書いたんだからね、そう思うんですけどね、プロが見極めてくれるから、だから厳しいです。やだな、諦めきれない感じが。どっか直せばいいんじゃないとかって思っちゃうけど、もうダメって。ダメなのって、うん、こんなに面白いとか手直ししたんじゃダメなの？うん、もう、まずどこがダメか自分で気がつかなくちゃ、まあ一応アドバイスはもらったりするんですけど、気がつかなくちゃいけないから、で一応それは保留にしといて、うんうん、で後から読むと、あ、このいらない部分は捨てて、うん、取れる部分は取って、うん、違う作品に生かして違うものにしちゃおう。調味料全部変えて、この素材、その素材はね、主人公面白いこのまま連れてきて、うん、脇役変えて、ストーリーちょっとねじってっていうのはします。
でもたくさんのことを覚えておかなくちゃいけない、ね、あのシーンとあの主人公と名前と設定ととかって、ね、あ長くなればなるほど忘れます、また思い出しのために読み直す。いやそんなことしないんですけど、うん、あのあらすじのところに戻って、うん、この時の脇役誰だっけあるんだよ、あるんだよ、登場人物が増えれば増えろ、うん、そうだよね。なんかね、今書いてることに精一杯で、うん、1週間前何書いてたっけってちゃんとストーリーできているにもかかわらず、うん、あの戻ってる、間違っちゃいけないし。いやその根性が私にはないな。短いバージョンがいいな作詞もあのこのパズルの中で埋めなくちゃいけないので、うん、エッセイとかの方が自由に書けるからいいけど、うん、それぞれですよね。私は好き、長いの好き、あのどんなにダメって言われても、うん、いっぱい書いてあのこれでもがこれでもかって絶対降参するって言わせてやるみたいなあ、そっか、そっちね。その今、渦中にいるんですけどこの間長く遊んでたと思う。あ、でも、うん、ほらブログでまたお着物着て、うん、あお三味線持ってませんでした。何してるの。いや、あの書かなきゃいけない時にだって時代物書いてるからすごいよ。取材芸者の気分ってどんな感じなの。あそれでか。すごい力いるじゃん、バチ持つのに。だから弦持つのにって思って思ったのに、手がね、弦バチを離しても手が戻んないこのままじゃん。あそうなんですか。それくらいなんかね、すごい力が見る作業でした。またちょっと小粋な感じですか。そっちをあの書きますよね。そっちを小粋系ね。小粋系で、小粋系ね、江戸弁江戸弁であのリベンジしようと思ってます。楽しみね。楽しみです。この間ちょっとあのその一冊目のね、ある人と読んだって言って、読みましたよって言って、派手ですよねとか、そこまでいろいろやらかしてますよねっていう会話をちょっとある人としました。これの人と、あ、そうだ、ああそのこれの人とそう、ちょっといろいろ書きすぎかなと思って。いやぜひあの読み終わったら私も集まってます。楽しみに。なんか恋に行ってしまうかなと思うよ、あれ読んでると。行っちゃっていいんじゃないか私そういうのが楽しいんだよね、なんでね、小説ね。そう、本の中で夢をね、ほら見てもらいたい。うん、そうですね。生理ぐらいで別世界に行けるんですね。本当ですよね。忘れた頃にもう一回行けるしね、うん、そうなんかあの世界へ行ってみようみたいなね、うん、確かにそういうのあるかもしれないね。だから、あ、いやいや、だから別世界ならもうなるべく別世界の方がいいわけですよね。でも同じ本でも、うん、あの自分の精神的なメンタルが違う、また全然違う終わり方。そうかもしれないね。ちょっと次回は必ず、はい、ありがとうございます。準備してよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日もかっこよく、ね、おいでくださってありがとうございます。毎回ね、ファッションが楽しみだ頑張ります。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。カモン4さんです。はい。ありがとうございます。